嘉手小路家は日本の氏族の一つ。漢字5文字からなる、この名字は埼玉県に存在する左衛門三郎と並び、現代になって帰化した家系を除けば、日本では最長である。由来は平安系の嘉手小路である。現在確認されているのは山口県に1軒のみ。主なものでは藤原氏系と賀茂氏系の二流があり、両者は全く別系統である。なお、南北朝が合体した明徳の頃から永正の頃までの約100年間に文献に現れる嘉手小路左衛門の正入道や嘉手小路武衛などと呼称されるのは嘉手小路に本邸を置いた柴氏の当主である。この場合、ほぼ嘉手小路武衛もしくは嘉手小路入道などと呼ばれ、逆に嘉手小路卿や嘉手小路と単独で呼ばれることはほとんどない。歴史的には、藤原氏で嘉手小路を合した家系には、以下のものがある、藤原北家白川流、藤原惟政の子孫行員と続き、行員が嘉手小路を合したとある。藤原北家加重寺流為房から為、高志工房と系図に記され、さらに子孫高清とある。藤原北家日野氏流、日野助長兼光来助とあり、来氏の故郷貢献中と続く着流は後に、広橋と合した。藤原北家日野烏丸流、烏丸光弘助忠と見える。本項では4について記述する。嘉手小路家は、藤原北家日野流烏丸家の分家にあたる、同城家。正保元年、烏丸光弘の次男助忠によって創立された。科格は名家。儒道を科学とし、科録は130国。運上名官に、始祖は、烏丸県中納言豊光六大生に一軒、大納言光弘の末を生三位三義助忠なりとある。門流は、この江戸の。明治維新後は、家族令施行により、氏姓が子爵として家族に列せられた。家族としての最後の当主は、師匠。なお、助厚を養子に迎える際、一度親族にあたる、武者の小路実篤の養子にしてから、嘉手小路家に迎え入れた。現在は、山口県に在住している。藤原氏系嘉手小路家、広橋種手の子、浦松安志功の子明治18年拝着、大分県知事国立歴史民俗博物館の休校給料取調帳データベースより算出した幕末期の嘉手小路家領は以下の通り、陰陽道の宗家の一つ、天文道を伝える安倍氏に対し、暦道を伝えるのが賀茂氏である。本来、賀茂氏は安倍氏の師匠筋であり、平安時代にあっては安倍氏より優位にあった。室町時代に賀茂在方の小在邸、在長が嘉手小路を称した。戦国時代の尾張在富の没後には、氏子がなかなか決まらず、安倍氏土御門家から養子を入れて、かろうじて存続したものの衰退し、安土桃山時代にキリシタンとなって、豊後府内に留学していた在富の息子、賀茂有政が気落して、陰陽頭を継いだことによって一旦は、相続問題解消したと思われたが、江戸時代初期、賀茂有政の息子と思われる、嘉手小路在臣の代に至って、消息不明となり断絶した。江戸時代に、賀茂氏の所流である、高徳家が台頭し、安倍氏の嫡流である土御門家と共に、陰陽道の管理を任されたが、土御門家との争いに負けて、再び衰退した。賀茂氏系嘉手小路家、判例一実践は、実子、転遷は、養子、転遷は婚姻関係に公正の都合で、出生順より、組替え三系図の出典元は、土御門雄春の子、土御門雄治の子、後土御門久治に、複姓また名姓は、現時の足利家の別流である足利尾張家の柴義行が、室町幕府の官僚となり、本宅を嘉手小路に面して構えたことから、嘉手小路殿と呼ばれ、直系子孫代々が継承してその邸宅に居住したことから、柴氏宗家の別の家名として定着した。嘉手小路邸は当初は、神殿作りの貴族的な優美なものであったらしいが次第に防御機能が高められた。ありがとうございます。